どうも皆さん、こんにちは。さとみの弟です、今回はふみやの物語その2をやっていきたいと思います。というのはね、はい、まあ冗談で、はい、はい、こんばんは、さとみです。というわけで、ふみやの物語の2やっていきたいと思います。はい。想像しいパレード、明らかになっていくふみやの父親の童貞、そして突如現れたさとし。この先には一体何が、迷う者への呪い。さとしってどったんだね。だからそういうのダメでしょ。はい。お年頃だからって、はい、ダメよ。はい。迷う者への呪い。一歩進むたびに呪いが侵食する。無駄な回り道をするな。はい。あ、よかった、ちゃんと回り道って言えた。いつも遠回りって。おお。すごいね、霊体って。じゃあちょっとすいませんが、セリフとかはねどんどん飛ばしていきますので、サトシを追えということで。走ってもいいのか、うん、遠回りしなきゃいいんだな。ちょっと、はい、この辺はちょっとね、あれ、そうそう、これ押しとかなきゃ。セリフはあの本当にすいませんけども、どんどん飛ばしていきます。ここにね、あった、ほら、いじめられっ子が、あ、消えた、成仏した。いた。ちょっとね、違って、あー、通れるな。様子伺うな。伺ってる霊、危ない危ない、やだよ。メールはちょっと読みませんので、すいませんが。来た、ちょぼちょぼ歩き。おちょぼ、名前つけた、おちょぼ。マッスルポーズしてますね、おちょぼ。相変わらず気持ち悪いわね。あ、嫌な予感がするやつ。あ、ちょっとちょっとちょっと、ほら来た、ほら来た、危ない危ない。何来た。あの檻があって、うん、ちょっと解き放たれちゃった。そう、それしないとでもここ開かないから、こっちこっちこっち。ちょっとメールは無視しますね。でもこれ読んどくか、うん。よそ者が我々の集落を嗅ぎ回っているようだ。つく読みについて知られると厄介なことになる。よそ者をこの通路で見かけた場合、迷いなく口封じをするように。嘘だな。誰だろうね、よそ者って。お前だ。いや、違うと思う。俺が代わりに口封じ。白雪姫、いやー、誘われたね、白雪によって、うん、よし、じゃあここは大事なシーンなんでね、黙りますけど。あ、黙るって言ったの嘘。ちゃんとセリフは読みます。あ、なかったっけ。黙ってればよかった、ごめん。想像しいパレード、想像しいやつだなすいません、ごめんなさい。うん、思ってたより早く。お、うん、順調順調順調。え、これもしかしたら今日中にあれかも、全クリできるかも。あ、調子なんだ。動画はあれですけど、切ってますけど、うん、まあ11月3日です、撮ってるのはね。はい、寒いです。というわけで、フミヤの物語その2クリアできました、はい。思ってたよりね、早かったね。うん、早かった、うん、電池持つかな。うん、4分で取り終わりました。すごいね、はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きやっていきたいと思います